まあ大きな苦難になった時にあの、まあ、宗教関係者なんかはあの、まあ、祈ってればいいって言いますけども、まあ、はっきり言ってそれはアウトですねあのだからまあキリスト教関係のところからまあ牧者は出ないってことですつまりまああの武装しないと意味がないってことですね、まあ、武装意味がないっていうよりも、まあ、武装しないとダメだと。 いうことですでまあ当然牧師は目指されてる方は、まあ、こういった大型刃物は当然持ちますしまあさらに高み目指される方はまあ、二刀流もう一本買ったりとかですねさらにもう一本買ったりとかあのかなりは武器には力を入れてると思いま,すまあ当然武闘派なんでまあ、祈ってればいいなんていう考えは全くないってことですね。 だから当然まあ,あの戦わなければならないですしまあ選別された方もまあいざとなった時はまあ,ある程度武装してですねまあ迎撃しなきゃいけないということですですからまあ武装は絶対いるということですだからある程度の武装っていうことですけどもまあ牧者の場合はまあ,ちょっとある程度の武装の中でもまあそれなりの武装ってことになると思いますねまままあそういういいことだとだ思いますまあつまり まあ、キリスト教関係からは、まあ、牧者は出ないってことですね。まあ、今頃どうでしょうかね。クリスマスのイベントか何かで、まあ、忙しいんじゃないでしょうかね。まあ、でもまあ、クリスマスを、まあ、のんきに、まあ、祝ってるっていうか、そういうところで、まあ、祈ってるっていうのは、まあ、はっきり言ってアウトですね。まあ、自分からすれば。まあ、その時間があればですね、ぜひ武装していただきたいと思いますね。 まあ、今日は以上です。ありがとうございました。